どうも、マニです、今回もですね、こちら埼玉県の深谷市にございます深谷花鳥カフェさんの方にお邪魔させていただいております。今回ですね、以前お邪魔した時から新たにフラミンゴだとか最長だとかガチョウだとかいろんなね鳥さんが増えているということで、今回そちらをね見させていただこうかなと思います。まずこのカフェのど真ん中にめちゃめちゃでかいケージがね設置されています。この中にちっちゃな鳥が1羽贅沢に入っておりますね。こちらがセグロコ最長という鳥だそうです。こちらの最長というのはどういう鳥なんですか？このサイのようにですね、はい、立派な、ま、角ではなくくちばしなんですけども、はいはいはい、くちばしがついていることから最長と呼ばれる種類ですね。その中でもセグロコ最長というちょっと小型の、はい、最長になってきます。はい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 、オスだと赤いくちばしが綺麗で、メスだとちょっと地味な色合いになってきますね。そうなんですね。はい、アフリカに生息している鳥の仲間になります。あ、ご飯とか何に食べるんですか？ご飯はですね、昆虫をメインとして、植物性のものも食べる雑食になりますね。昆虫メインなんですね。はい、ここではなんか何を与えてますか？コオロギを中心として、あとは人工飼料とフルーツの類もあげてます。ああ、なるほど。毎日？そうですね、毎日になります。ご飼育するのはこういう環境がいいですか？そうですね、金属の中毒を起こしやすい鳥の仲間になりますので、なるべく鉄を使ってないようなケージの作りになっています。はいはいはい、あ、この枠はもうステンレスですか？そうですね、ステンレスなんでサビとかが出にくく、そういったもので遊んだりしにくかったり、あと基本はガラスのケージになってますね。なるほど。こちらが新しく入ったフラミンゴの飼育ケージ。鳥カフェでフラミンゴがいるってのはやばいですね。2匹います。すごいですね。金網でもう小屋を作って。そうですね、この中で池も作って、はい、まあ、逃げないというよりもどちらかというと、はい、害獣に襲われないようにというような防護策の意味が強いですね。なるほど。いますもんね、はい、足も弱そうだし。そうですね、噛まれちゃうとひとたまりもないです。フラミンゴって飼えるもんなんですね。そうですね、一応飼育の許可は、はい、ない種類になってきますね。あ、まあ、手に入りづらいという感じですね。そうですね。ご飯は何あげてるんですか？ご飯はですね、オキアミを中心として、あと人工飼料、フラミンゴ用の専用飼料になりますね。フラミンゴ用の人工飼料ってあるんですね。ありますね、専用みたいな。動物園さんしか買わないような飼料になってますね。残念ながら来年に生産中止が決まっております。あ、そうなんですね。はい、買う人あんまりない。そうですね、ごくごく限られた人しか買わないんで。オキアミをあげてるのはですね、もう一つ理由がありまして、はい、体がですね、はい、ちょっと赤色がさして綺麗な色なんですけれども、はい、実はこれ餌から摂取した色になってまして、体の中では作ることできないんですね。あ、なるほど。オキアミのあのアスタキサンチンが、そうですね、はい、その色が出てるような形になってますので、まあ、色を健康保つためにもオキアミをあげてます。はい、あ、この下にいるちっちゃい鳥さんは何なんですか？これはですね、おしどりですね。あ、おしどり夫婦の。はい、本来だとオスは結構ド派手な色で有名なんですけど、今エクリプスといってですね、はい、メスと同じ色になっちゃう季節になってますので、ちょっと庭とも地味な色になってます。フラミンゴと仲良くできるんですね。そうですね、水鳥同士っていうのは、はい、やっぱり水辺で、出会うこと多いので、あまり喧嘩しないですね。あ、そうなんですね。フラミンゴって結構すごいなんか独特なくちばしの形してますよね。そうですね、これも野生下で藻類だとか、はい、小さなエビの仲間をですね、水の中から腰取って食べるためにできた、下側を向いた時にちょうど飛んでる部分が水面に接するような構造になってますね。これから最長のフライト訓練を見させていただきたいので。パク。お、すげえ。食べちゃいましたね。以上がフライト訓練でした。これはですね、右手に入れてもらって、コオロギ、左手に乗せます。手をコオロギ見せるような感じで。お、食べちゃいましたね。今日ワニさんも行ってみますか。やらせてもらいます。じゃあこの中に、これ、はい、見えちゃうとすぐ手に入れます。こうですか？そうですね。お、すげえ。練習してますね。この子だったらね、カーテン袋しなくていいからいいっすね。そうですね。パク。
もう一回いきますか。ありがとうございます。これ100、これ、おお、すごい。もうないよ。パク、パク、あれ？あっち。パクこっち、こっち。あれ？パクこっち。あ、なるほど。こっちもちょっと。そっち来た。こっち来た。食えました。食えてない。食えてます。あ、オッケー。おお。すげえ可愛いね。まあ、ゆくゆくはこの子も外でトレーニングショーを出てくるかなと思ってます。まあ、もうそろそろ出れるんじゃないかなっていう感じですね。すごい。まあ、アヒルに慣れてくれたりとか、中とかにも慣れてもらって、ちょっと調整必要なんですね。ありがとうございます。めっちゃ落とすやん。というわけで今回はね、埼玉県の深谷市でございます深谷花鳥カフェさんの方で新しく入った最長とフラミンゴを見させていただきました。どちらもね、なかなか普通の鳥カフェとかね、生き物カフェで見られる生き物ではないと思いますんで、皆さんもぜひね、深谷花鳥カフェさんに来て見てみるといいと思います。まだまだ深谷花鳥カフェさんの動画続きますんで、他の動画もぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。